AKB49 恋愛禁止条例は、原作、元麻布ファクトリー、漫画、宮島あやり、原案協力、高橋久史による日本の漫画作品。後段者、週刊少年マガジン2010年第39号より2016年第8号まで連載。男性である、主人公、浦山実が、浦川実として、AKB48 に入り、 そこで研究生から正式メンバーを目指すという内容。主人公が加入するグループは実在する女性アイドルグループであり、フィクション作品でありながら結成当初のことなど、実際に起きた出来事をベースに物語は進行している。また、登場するメンバーは、実名はもちろん、容姿や性格も、本人の特徴を反映しており、楽屋の雰囲気も、 忠実に再現していたり、メンバーの愛称やキャッチフレーズなどが登場し小ネタも参見される。AKB48 の実在メンバーが重要な役割で登場するほか、研究生の過酷な実態やアンチの批判的な意見、ファンによる CD の複数購入、秋元さやかの熱愛スキャンダルも取り上げられている。単行本の発行部数は、 2013年5月29日発売の週刊少年マガジン26号時点で累計260万部である AKB48 関係者のクイーンレコード関係者下国上のレコードレーベルであり架空のレコード会社地下のこじんまりとした場所にあるなど着床事務所である番組スタッフ大手レコード会社 ラージヘッドレコードが40億円を投じてデビューした3人、組アイドルグループ。下国上と同日デビューであり、CD 売り上げを競うことになる。ラージヘッドレコード関係者架空の大手レコード会社。自社ビルを所有するなど、クイーンレコードとは、比較にならないほど規模が大きい。裏山や裏山家は、母子家庭で、妹の他に、母親が登場している。 家庭内での私生活について描かれることがほとんどないため実の家族はあまり登場しなかったが連載終盤で宮尾みがたびたび登場している。吉永や吉永家は吉永と両親の家族構成。父親が教育の主導権を握る不権主義の家庭環境であり父親と母親とでは性格も教育方針も相違している。父親は 低主関白で、教育面では厳格であり、激輪に触れたことで吉永を表向きは感動し、自宅への出入り禁止を命じている。一方、母親は、教育面では寛容であり、父親とは異なり、吉永を感動することはなく、自宅への出入り禁止は、特に命じていない。また、両親の下の名前は不明。両親の、 その性格ゆえに機能不全家族を想起させる家庭環境にも見えるが家族愛は深く夫婦仲も良い方であり最終回では夫婦揃って劇場公演に見に来る一子まで登場しているまた吉永がマンションで一人暮らしを始めた頃からはペットとして犬を飼っている岡部や岡部家は資産家で豪邸に暮らしている岡部の部屋には 大きなベッドがある。家族については、母親が登場しており、ミスアフローディーテとして、歌手活動をしている。その他の家族については、登場が確認されていない。アリスやアリス家は、アリスと両親の家族構成。岡部同様、資産家であるが、高級マンション暮らしであり、自宅には、数万冊の蔵書がある書庫や通信カラオケ完備の、ホームシアタールームがある。 両親は甘やかさない一面もあるが、愛情に満ちた円満で裕福な家庭環境であり、家族関係は良好な方である。鈴木や鈴木家の家庭環境は、貧困な大家族であり、信子、弟二人、妹二人の家族構成。父親は信子が10歳の時に家を出ており、母親も後に病気で亡くしている。信子と、 長弟と末妹以外の名前は不明。兄弟と母親、姉妹では性格が異なり、兄弟は兄弟喧嘩をする典型的なワンパク少年であるが、母親と姉妹はしっかり者に設定されている。マヤ以外、ミノリたちと接点はないが、マヤの階層で登場する。音羽高校は、ミと吉永が通っていた高等学校。古谷と、 奥平先生以外の氏名は不明。奥平先生以外の登場人物はあまり登場しない。生徒教職員とその家族奥平家奥平家は、奥平と妻子の3人家族。なお、奥平以外の家族はセリフのみで登場する。その他の教職員ジュエルファン7人のアンチ SKE7 人のアンチ SKE は、 SKE 編に登場する県人組の強力なアンチ。最初は県人組の存在を否定したが、次第に理解を深め、県人組を認めるようになる。金色帝一門は NMB 編に登場する金色帝八王をはじめとする落語家一門。八王以外実りたちと接点はない。個別に紹介された人物のみ掲載。並びは作品登場順とする。 また、記述されている、チーム名及び役職名は、登場時のものである。岸野理科、山口祐希、上西恵美、吉田明、木下百科、ヤクラカエコ、高野優衣プロデューサー劇場支配人、本当に、価値のあるものなら1万円を払っても見に来てくれる。という秋元の考えから研究生に課せられた試練。初期のメンバーが、 満員になるまでの苦労を研究生にも味わわせるために行われた企画で2ヶ月以内に AKB48 劇場を満席にしないと研究生は全員解雇される。値上げにより空席だらけの劇場や正規メンバーとの実力差、失敗できない公園でのトラブルという苦境を受けながらもスタッフやファンのサポートを受けたみのりたちは次第に成長し、 次第に客を増やしていくが、X デー当日に本来の目的を覆す事態が発生し実りは選択を迫られることになる。実り、吉永、岡部の3人で結成された研究生による派生ユニット。累計13万枚売れれば晴れて、正規メンバーへの昇格が約束される一方、逆に13万枚売れない限りは研究生のままということになる。 一方、大手レコード会社、ラージヘッドは、自前のアイドルグループ、アンドジュエルを結成し、打倒、AKB48 の第一弾として、下国上潰しに着手する。ラージヘッドの権力の前になすすべもなかった実りたちで、あるが、次第に少ないチャンスをものにしていき、アンドジュエル主催のコンサートに招待された、下国上は、最終決戦に挑むことになる。 SKE 編で実り、吉永、アリスに課せられた試練。見に来ている250人の観客が、チーム S の公演終了後白票と正票を入れていき、1ヶ月以内に、すべての票が白票にできれば、SKE48 にとって、念願の褒美が与えられる一方、最後まで1票でも正票があれば実り立つ3人の、兼任メンバーは、強制的に卒業となる。 何とか受け入れてもらおうと近くの公演で独自無料公演を行ったり、どうしても兼任メンバーを受け入れようとしないファンに対して彼女たちはあの手この手で白表に変えていく。そして成表が残りわずかとなった最終公演で彼女たちにいくつもの危機が訪れる。NMB 編での出演番組。これは秋元から課せられた試練ではなく、 番組終了の危機を救うため、みのり自らが宣言した試練。25時代のためいまいち視聴率が振るわなかったが、みのりの活躍によりぐんと上げることに成功する。しかし、番組の自然消滅を目論む、司会者、金色帝八王の妨害により再び視聴率が落ち、終了の危機にさらされる。みのりは残り8回の間に、 視聴率の10%獲得を宣言する。成功すれば、番組の存続が許される一方、失敗すれば、みのりはアイドルを辞めることになる。そして、最後の8回目に、ゴールデン SP となることが決定したため、獲得視聴率も15%に上がった中、みのりたちとスタッフ、司会者一派の水面下の戦いが幕を開く。 HKT 編直後から AKB3、セカンド選抜総選挙にかけて起こった、吉永とアリスを襲った、週刊宝春をめぐる、スキャンダル騒動。吉永がツイッターをしていた中でのお気に入りが黒髪で、それが、実のアカウントであることは知らなかった。黒髪が、実のアカウントと知らないアリスは吉永に黒髪に、恋していると吹き込み、吉永は、 黒髪のことを好きになっていく。そんな中、HKT 博多公演の翌日、黒髪が博多駅にいると分かった吉永が偶然見と会うが、実の不用意な発言をきっかけに、吉永は黒髪が見だと気づき、思わず実の手を握りしめてしまう。その場では、吉永が自分を好きになっていることが、アイドルを目指す吉永にとっては危険と考えた身が、逃げたが、 その瞬間を週刊宝春の安倍に抜かれていて、事前通告として秋元に送られて、大騒動になる。一方でその事前通告を見たアリスは、父親の意向を借りて、記事をもみ消そうとするが失敗する。スキャンダルを止められないと判断した戸ガが吉永を、発売当日の直前に呼び出して説明しようとすると、そこには、アリスの飲酒喫煙パーティーの記事が掲載されていた。 破壊された光ディスクの例。手でディスクを破壊することは極めて危険である。講段社少年マガジンコミックスより発刊。通常版は少年マガジンケーシー、特装版はプレミアムケーシー。表紙には第24巻までは見、ミノリート発売時の AKB グループ在籍メンバー1名が描かれている。第25巻以降は、 漫画オリジナルの人物が表紙となっている。作者の宮島によれば、最終巻付近の表紙は、漫画内メンバーが飾ることが目標だったという。特装版の付録は、様々なものがあったが、フォトブック形式の写真集もあった。吉永、アリス、みのり岡部また28巻は、みのり卒業生単祭に実際に使用された、缶バッジが付属されており、 他の特装版より値段が高い。2014年9月11日から16日にアイアシアター東京で上演。脚本はおかさの中時、演出は千野勇が担当。上演時の所属を記載している。主なキャストその他2015年3月14日から15日に中日劇場で上演。名古屋公演では出演者全員が SKE48 メンバーで17名が参加する。2016年4月21日から26日に、中日劇場で上演。SKE48 単独公演。キャスト発表時には、浦川みのり役に柴田亜美もキャスティングされたが、柴田が学業を優先させるため事態となり、あずまりえんに変更された。ありがとうございます。